モテックは、京都府京都市下京区に本社を置く、家電機器のデザイン、開発、販売を行う、テクノロジー企業。a m a z o n .co.jp を販路として、スタートアップした、京都のベンチャー企業である。代表は、京都に在住しながら、多国籍の人材を集め、クリエイティブな製品作りを手がけている。2016年に、モテックを創業した。 モバイルバッテリーなどの充電機器の企画開発、販売に力を入れている。現在は商品の開発からお届けまで一気通貫で行い、オンライン専業かつ直販の事業形態、D2C のビジネスモデルを展開、台湾や新鮮などの企業に製造委託し、製品の企画、開発のみ行うファブレス企業である。オンラインを専業としながらも、ヨドバシカメラや東急ハンズ、 ロフトなど、オフラインにも販売チャンネルを広げている。製造工場を含めモテクは、PSE、UN38.3、WPC-C、ISO9001、アルコムクイックチャージ、アップル MFI から認証を受けている。ハイエンドのモバイルバッテリーや充電器関係の商品を中心に販売している。また、充電器などには、筑カガリウム技術を用いた、 USB パワーデリバリーなどの急速充電器の製品の開発も行っている。モテックは社名であり当初から販売する比較的小さな電子機器、いわゆるガジェットと呼ばれる製品を主に手掛けるブランドである。ブラシカはモテックが企画開発する家電ブランドとして誕生した。それぞれモテックでありながら製品カテゴリーによってブランド分けしている。 除菌ケース、エアケース発売充電器、ソニーチャージ 114W 発売充電器、ソニーチャージリセ 20W 発売モニターライト、ブライトバークリップ発売除菌ケース、エアケースに発売ポータブル電源、パワーズプロ400発売 USB 充電器、ソニーチャージ 30W 発売 USB 充電器、ソニーチャージ 130W 発売、モテックは、 松本テクノロジーを省略して作った社名で、クリエイティブなプロダクトを目指す、ガジェット機器のブランド名でもある。ブラシカは、生活家電のブランド名である。ベーシック、ベーシックで、シンプルなデザインと、ユーズ加えて、RAS ロマン、イコールモノづくりロマンの追求アンビションイコール、モノづくりへの野心スペシャリティーイコールユニークさの、追求を組み合わせて、ブラシカ。ありがとうございます。